はいどうも、カラオケで歌唱中に店員さんが入ってきたら歌うのをやめる派のギュアチンです。はい、今回はですね、遊戯王デュエルモンスターズのゲームボーイ第3弾トライホーリーゴッドアドバンスをやっていきたいと思います。はい、懐かしい。あのね、事前にねちょっとやったんですよね。うん、肩慣らしに。で、ホンダと城之内と遊戯はちょっとね何回か倒したので、今回はねクジャクマイとカジキを倒したと思います。私の前はクジャクマイハーピリリ使いよ。ハーピー三姉妹のトライアングル攻撃を5回打ち破れたなら先に進ませてあげるわ。なるほど。まあね、戦いましょう。で、今回からね追加された部分はね、まあ大きくこれね、先行が相手になることもあると。万華鏡、華麗なる分身を使った。マジっすか？え、嘘？しかも山？マジか？いきなり？いや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 。やばいやばい。え？ちょっと待ってよ。ちょっと待って待って待って。ね、風に勝てるのってなんだっけな？土だったっけ？風に、森魔族。森が、いるかな？いないか？結構きついな。どうしようどうしよう、ちょっと待って。こんなコンボ仕掛けてくる、いきなり。ちょっと待ってよ。森って入ってないような気がすんぞ。ちょっと待って待って。嘘でしょ。いやー、あ、そうそう。これやばい。効果がね、効果モンスターが増えたんですよ。やべ！プラス、まあ、手札でも融合できるようになったと。あとね、一番、大きなポイントとして、生贄ね、ルールが導入されました。森来い！あー、やばい！これは完全にやばいぞ。いやー、そっちに来てんだよ、森。いやー、森魔族が来るまでや、これしのぐしかないか。ちょっと待って待って。くそ、ほんときついな。やばい、ほんとにやばい。こんな強かったっけ、クジャク前。なるほど。きついね。森来い。あーく、いやー、窮地に追い込まれてる。恐ろしくやばいぞ。まあスピック融合できないから、多分このままで。きついっすねー、これは。こんなに強いか。いやー、手堅くね、これで攻撃してくるね。まあ、その分、大ダメージは食らわないと予想できますね。めちゃめちゃ引き強いじゃん、ハッピーレディ。ジャクジャク前。ちょっと待って待って。引き。このカードに全てをかける！来い！うわ、来ない！参ったぞ。やばいぞ。融合して森になったりしないのかな？なんか。ならないか。やっぱ森がないと、まず、そのためには、そもそもが。攻撃しとく？いや、ここは守備でしのぐしかないな。一発逆転を狙って、森を引くまで。きつー。こんなことある？ちょっと待って。うっそや。嘘？城之内とか、ホンダとか、遊戯余裕だったんですけど、クジャク前まさかのめちゃめちゃ強いじゃん。森って、森は森だけど、これじゃないから。ふざけんなよ、マジでよ。いやー、きついなー。いや、モンスターアイ効果使えるんですけど、もう意味ないんですよね。相手の手札見れるっていう。まあいいや、もう守備表示。はい。いや、きついっすね。
わあ。いや、これブルーアイズ持ってても勝てないレベルですよ。おかしいでしょ。いやー、こんなに強いとは思わなかった。いやー、これちょっと出直しかな。一回もっかいホンダとか倒してカードを、うわー、いやでもこれ完全に相手が運が良かっただけとね、考えたいんだけどな。あ、来たー。よくもやってくれたな、この野郎が。うらー、よっしゃー。どうだ、思い知ったか。よーし、よーし、よーし、よーし。種族ルール恐るべし。よし、種族ルール恐るべし。よしよしよし。こっからはね、とりあえず今の手札では融合できるモンスターがないので、風出したらちょっとね、ややこしいのかな。森魔族に弱いのって、土魔族出したら良くないんだ。土出したらめんどくさいから、ムカムカやめて、とりあえずね、仮面道化は融合素材でもあるんで、出しとくか。白魔族はめんどくさいね。とりあえずこの辺を。あ、違うだ。あー、何やってんだ、俺。バカじゃん。それしまろとしといて。いや、バカ、アホだ俺。ちょっと待って待って、何やってんだ俺。終了しよう終了しよう。ちょっと待って待てよ、これまだ勝ったとは限らないんだ。こっからが本当の戦い。おねえ、攻撃してこないで。うわー、来たか。いやー、そう来るかよ。まだ持ってたのか、ハーピーレディ。そうか、3枚持ってんのか。きついな。ちょっと待って待って、森魔族来たね。よし、ちょっと待って、森には勝ったけど、とりあえずこれ出しとか。森ドンマイクジャクマイ、これがね今回のゲームボーイのルールです。で、まあこの辺倒しとこうか。うん、ちょっと待って、この森魔族がいる限り、まあハーピレディが来てもう安全なんですけど、待て待てよ。融合したいな。融合して蹴散らしたいんですけど、お、来たね。ちょっと待って、だいたい傾向的には分かってきたので、森をパワーアップさせるっていうね、ここで。よし。よし。よーし、来た来た。で、まあ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 、この辺出しとくか。まあこれは切り裏に残しとこう。うん。ブラックホールとかされたらたまったもんじゃないし、氷、これ出して、守備力がわかんない、この辺。まあ、これ倒しといて、オッケーオッケー。まあ、これはこれで、よし。よしよしよし。よし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 。いやー、一時はどうなるかと思ったけど、これはやばかったな。ちょっと待ってよ。いやいや、やばいやばい。山コラクが何、山作ってくれてんだよ。山って森があっての山じゃないの？ちょっと待ってよ。おー、これも来てんのか。うんうんうん。よし、この辺はね、まあ、融合素材じゃないけど、一気に攻撃だ。よし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 。よしよし。よしよし。いやー、やばい。で、今回の遊戯王のデュエルモンスター3、今回はですね、まあ、継続的にやっていきたいと思います。ある程度は。うん。ワン、ツーはね、一回きりだったんですけど。ちょっと待ってよ。ヘルバンド、来た！融合できるでしょ、確か、と。これとか。融合できるね。ヘルバンドとホワイトドルフに。行きます！融合！ホワイトドルフィンとヘルバンドは融合してデッドシャークになった。よし、来たー。
で、この辺で土魔族出すのはちょっとめんどくさいから、出してもいいか。うん、出そう、もう。よし。よし。よし。これでハーピーレディが来てもね、全然問題ないね。森魔族がいるからね。で、手札にも森魔族いるから、まあね、切り札があると。よし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 、いいね、いいね。いやー、怖かった、ほんと。ちょっと待てよ、何が来るかわかんないんだよな。よしよし。よし、まあ、一回これで倒すか。はい。何が来るかわかんないしな。まあ、これで攻撃しといて。よしよし。ああ、怖かった。よしよし。よしよし。うん。あとね、今回のゲームボーイからね、追加されたものとしては、主にね、なんだろうな。神魔族っていうのがね、登場するっぽいですね。優劣が存在しない。うん。あと、儀式モンスターが神魔族になってるらしいですね。あと、コンストラクションっていう、ちょっと待って、お、ヘイルバウンド来たね。ムカムカ、ムカムカ、ムカムカと、融合させますか。よーし。ヘイルバウンドとムカムカ。よーし。ストーンゴースト。イエーイ。強いね。よし。デッドシャーク。よしよしよっしゃー、ちぇ、負けちゃったわ。私の夢の実現のために月こそ負けないわ。よっしゃー、強かったよ。サイコカッパ。お、結構強いじゃん。これ、量。ほうほうほう。いやー、強かった。うん。でね、今回ね、コンストラクションっていうのもね、ついて。ここらなんかね、パーツがあって、そこ融合、下半身と上半身を合体させることによって、まあ、星4以下の、モンスターを作れると。オリジナルモンスターみたいな。お、これ作れるってこと？まあ、作ったな。作っちゃったな。まあいいや。今作ったんですけど、これ。そうそう。よし。よし、入りましょう。早速。あのカードを。ちょっと、カジキ絶対強いでしょ。どうしようかな。それか、こういう順番に強くなっていってんだったら、遊戯に勝ったから勝てるかもしんないぞ。でも、水でしょ？雷に弱い。ということは、雷に弱いっていうことは、炎を持ってないからいけるでしょ。よし。わしは海のディーリスト、カジキリョータじゃ。津波のような、怒涛の攻めに5回勝てば先に進ませてよ。よーし。よし、いざ、出る。相手のターンからか。さっきはね、ちょっと出花くじかれたというかね。おー、とりあえずね、これモンスターアイの効果は、まあ、後で使えれば使いたいけど、ちょっと待ってね。ね。ちょっと待ってくださいね。うん。とりあえずこれぐらいで様子見ということで。うん。おー、まあまあ強いね。500って結構強いんですよ。城之内とかね、ホンダ350とかね、それぐらいが平均なんで。うわー、強いね。うわー、やっぱやってくるね。やばい。これはあかんね。雷が来たらいいんだけど。来るはずもないか。ああ、きついな。走って。やっぱ強いな、カジキリョタ。そっか、やっぱり遊戯とかみたいにうまくはいかないね。なるほどね。雷モンスターってあいつしかいないんじゃない？やばいやばい。完全にこれ、もう、またまた積み状態ですか、俺。くそ。
そこれね、1ターン目とか2ターン目にこのコンボをね仕掛けてくる率が非常に高いね。難易度っていう部分で言うと1と2よりも上がってるかもしれないですね。負けたかな。負けたね完全に負けた。ダメだわ。負けた。あー負けた。ちょっと待って。あー海で溺れるようなデッキでわしに勝てんだよ。確かに。じゃあね、ちょっとね、最後にホンダをもう一回だけ倒しといて、で、まあ、5回倒したってことにしときますね。うん。森使っとこ。よし。まあ、とりあえず、次回は、まあ、次のステージに進んでいる状態で始め、れればなと思ってますね。悪魔の偵察者。とりあえずは、うん。そうですね。次回は、次のステージ進んでるか、カジキリョータを倒すところから始めれればな。いいと思ってますね。よし。で、4に関してはちょっとね、ルールが違うらしいんですよ、また。あんまりやってなかったんですけど、当時は。おーし、来た!カッパー。まあいいや、今回はね、とりあえず、よしよし。オーソドックスに倒そう。こうね、なんかね、845とかにね、端数になる時の数字がたまんなく好きなんですよ。効果カード使って。よしよし。よしよし。来るか。よし、さすが本田くん。わきまえてるね。お!デビルフランケン。なんかと融合できたような。前出しとこう。強いカード出しといて、よしよし。ブルー忍者。ホンダらしいカードだぜ。よしよしよし。で、5からはエキスパートルールになるんですけど、とりあえずはね、この3をある程度、まあ全クリぐらいまではね、まあ実況していければなと思います。毎回ね、上げれはしないと思うんですけど、まあね、経過報告みたいなのもね、できればと思ってますね。うん、来い。ああ、これもね、融合できないね。まあ、出しとこう。強いカードがいっぱい来てるね。おーしよし。よしよし。いや、懐かしいな、この辺のカード。ああ、あとね、気づいた点というとね、このテンポがめちゃめちゃ良くなってますよね。うん。いちいちここでね、画面切り替わって音楽変わったりしないですよね。まあ、あれはあれで良かったんですけど。あっけなさすぎるな。まあ、最後に融合できればいいんですけど、融合カード来ないかな。融合させてくれ!謎の手、融合できないな。とりあえず、じゃあまあ。うん、これで。カッツか。うん。よし。まあね。今回は良かった良かった。おーしよし。うん。魔界植物を手に入れた。いらないね。あ、でもこれ、融合素材だから入れとくか。うん。はい。というわけで今回はここまでとさせていただきます。今回のね、ゲームボーイはね、今後もやっていきたいと思いますので、まあ、定期的にね、実況動画をアップできればと思います。次はね、カジキに勝つところぐらいから始められればなと思っております。そうですね。とりあえずは3をやっていって、で、まあ、全クリしたらまあ、4やるかわかんないですけど、まあ、5まではとりあえずやりたいと思うので、それまで見ていただきますと幸いです。絶対に強くなる。はい。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、さよなら。